こんにちは、しげしげです。今回はチャレンジダンジョンレベル9に、ゴエモンパーティーで挑戦したいと思います。このダンジョンのキーポイントですね、そうそう、こちらに遅延耐性 2,3 個振ってください。あとは芝ドラみたいな2ターンヘイストのキャラに、遅延耐性振っておくと非常に楽になります。はい、ここですね。まずは盤面にヒドロップを呼び込みます。これはあと5の間に倒せばいいので、まあ何ターンかかっても大丈夫です。はい、突破ですね。で、この次が、ちょっと厄介なので、ここで曹操を使います。はい、で、まずは根性を発動させます。この時に闇ドロップを残しておくといいですね。今のはちょっと消えちゃいましたけど、はい、で、ここで山竹使って盤面に回復ドロップを作ります。で、まあ2コンボ分ですね、回復をしつつ突破って感じです。この次先生が来るので、ちょっと1万4000ぐらい回復しておくといいですね。はい、で、ここでアレスを使って、まあ1列と4こげしで抜けるんですけども、まあ2列ぐらい組んであげると。はい、で、あとはこの次は、花火を打って終わりですね。はい、貫通できます。で、最後の天狗も花火でワンパンです。はい、非常に今回ゴエモンが活躍できますので、ぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。